人間は最も近い霊長類と共通点があり、比べてみると人間はちょっと裸っぽいですね。厚い毛に覆われていないし、毛は主に頭に生えていて、あとは他の部分に少しあるだけです。どうして裸っぽくなったのか、毛が生える場所のわけは。人間と動物の毛は同じもので、毛包という器官からなるケラチンというタンパク質の繊維で生えて抜けるサイクルを繰り返す。哺乳類全体を見ると毛は様々な目的で進化してきました。ウサギを包むふわふわとした毛や山嵐を守る硬いトゲ。しかし多くの哺乳類では毛は2層になって生えていて、皮膚表面にある短い綿毛とこれを覆う長い保護毛です。これらが一緒になって動物体温を保持し、皮膚を防護する。一方、人間の毛はこの2つを混ぜたものになっています。残念ながら毛は化石として残らず、私たちの先祖がいつどのように全身の毛を失ったのか正確には知らない。しかし彼らはいくつかの仮説を立てています。何百万年も前にアフリカでは初期の人類が木々の生活を離れ、より活動的になり、涼しく過ごすのが重要だったのです。感染数が増え、汗を蒸発させることで体温を下げられるようになりました。人間は例えばチンパンジーと比べると10倍もの感染があります。全身を毛で覆われていたら汗で熱を冷ますのも大変です。汗を早く蒸発させるために初期の人類はこの頃に毛を失ったと科学者は考えます。脱毛に利点があったのなら、なぜ一部は残ったのか。毛は体の様々な場所でそれぞれ働きをしているようです。頭の毛を見ると、おそらく体温調節が鍵となっています。初期人類が開けた大地に出てくるようになると、頭は太陽の強い熱にさらされ、密に生え長く伸びた毛はデリケートな頭皮を守り、脳の加熱を防ぐのです。濃い色の縮れた毛は頭皮を太陽光から守るのに特に有効です。人類が移動するにつれ毛は進化していきました。眉毛はやり取りに特に有効だと考えられ、感情を伝えるために使う顔の筋肉のてっぺんについているのです。まつ毛は眼球の乾燥やゴミが入らないように目の前の空気の流れを抑えてくれます。顔の毛は遠くからの身元区別に役立つかも。でも本当のところは分かりません。証拠は十分にありません。なぜ他の部分に生える毛はきつい匂いがするのか。脇の下、乳首、そして陰部にはアポクリン腺があります。油っぽい匂いの分泌物を生成し、ここに生えがちな厚めのくせ毛が発散を助け、この毛深い斑点から漂う分泌物は童貞に役立つかもしれない。例えば人は自分や身近にいる人の脇の匂いを嗅ぎ分けられることを示す研究もいくつかあります。最後に人間の体全体を覆う産毛に注目しましょう。それ自体に何らかの役割があるのか。産毛が生える場所の毛包は幹細胞の重要な貯蔵所で、怪我をした後に損傷した皮膚を修復、優しい接触の信号を脳に伝える神経終末の重要な場所でもあります。実際人間の産毛は細いものの、生える密度は同じ程度の大きさの類人猿とほぼ同じ。人間の裸っぽさについての説明でしたが、見た目ほどには裸ではないようです。学びを続けたいですか？これらの動画を視聴してください。知ってると思っていたことの新しい見方や知らなかったことに出会います。登録して好奇心を持ち続ける。